どうも、デコボコ投資チャンネル、まりです。まつです。 LINE 証券で一株シリーズの第9弾です。おっ、今回はメルカリの決算の発表があったので、はい、決算の内容と、うん、じゃあその株価がどうなったのかっていう途中結果を発表したいと思います。はい、お願いします。はい、このチャンネルでは投資初心者でも気軽に投資ができるようにレクチャーしていくチャンネルになってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。では決算の内容の発表の前に、実際私が持っているメルカリの株が今どれくらいになっているのかっていうのを発表したいと思います。現在なんとマイナス 5.92% です。あ下がっとるな。下がったんですよ。まあこれは決算の内容にもよると思いますので、はい、はい、まあなんで下がったかってことはそこにあると思いますから、はい、じゃあちょっと決算の方も教えてもらっていいですか。はい、決算がすごい数字が良かったんですよ。の画像が載ってると思うんですけども、うん、売上高が 44.1% の大幅増収となりました、うん、で営業利益に関しても 107.5% の大幅増益となりました、うん、となっているんです。なので私はこの決算を見た時に、あ、これ絶対上がると思ってすごい期待してたんですよ。はいはい、なんですけどマイナスになってるんで、それが不思議で不思議で止まらなくてちゃんと企業の分析をして、うん、そして決算もよくって、まあ普通は株価上がるだろうっていう、まあそういった株式投資の七不思議を受けたわけですね。そうです。まあ今回は実際にメルカリはおっしゃった通りで、決算も良かったですし、実は国内だけではなくてですね、アメリカにも事業を展開してるんですね。でこちらの数字も実は良かったんですよ。じゃあなんで株価下がってるのかっていうところに関して、まあ大体のパターン2つですね、これをお話していきたいと思います。お願いします。決算が良かったとしてもですね、株価が下がるパターン1つ目ですね、織り込み済みだと株価が下がる傾向にあります。織り込み済み、これ何かというと、株価っていうのはですね、僕ら投資家の期待値によって動くんですね、うん、株が上がりそうって思ったらみんな買って株価上がりますし、この株やばいかなと思って下がるかなと思ったらみんな売っちゃうから下がりますし、まあ、そういった投資家の思惑によって株価って動いたりします。でこの時にですね、今回メルカリの決算は確かに良かった、うん、だけどもまあ大体こうなるよねっていう予想が、まあ、その通り当たってると別にサプライズじゃないんですよね、うん、まあ思った通りの決算だったなってことになるわけですね。実際にメルカリの決算があったその日はですね、株価はですね一旦上がったんですよ、はい、ただまあみんななんとなく上がるだろうなっていう予測はしていたんで、うん、おそらくですけどね、これはまあ上がって、まあ、この辺りの利益でいいだろうっていうことで、利益確定売り、つまり株を売却してもう利益を確定させちゃおうっていう動きにつながったかもしれないですね。なるほど。なので、まあ、実際にこれってですね、いい企業とかいい決算でも起こり得る話なんですけども、うん、まあ、ある程度のですね、投資家に対する驚きとかインパクトがない限りは、まあ、決算が良かったとしても、じゃあもうお腹いっぱいなのでもうここまでかなっていう形で、売ってしまう投資家が結構増えることがあります、うんうん、でそうするとみんなある程度まあ儲かったしろっていうことで売っちゃうんで、株価はずるずる下がっていくというパターンが一つ目としてあります、はい、で2つ目ですね、その会社がですね、配当って言って株を持ってたら定期的に収入をくれたりとか、あと株主優待っていうのが、ない企業はですね、うん、結局投資家としては株が上がって儲けるっていうこの差分でしか儲けられないんで、その株をずっと持ってる理由っていうのが弱いんですよね、うんうんうん、なので、逆にですね、株主優待がありますとかちゃんと配当を出しますっていう企業ですと、まあ、決算が良ければ、まあ、そんなに下がったりしないんですけども、今回のメルカリは残念ながら配当もなし、株主優待ももちろんありません。ということは、まあ、株価が上がって、高く売るっていうこれしか、まあ、儲ける方法が今のところはないんですよね。ということで、まあ、これ以上は持たなくてもいいかなっていう、投資家の動きが出てきてしまったんじゃないかというふうに思います。なるほど、短期投資家が売買をした結果下がっちゃった。そうですね、ね、はい、ということで、話をまとめると、たとえですね、決算がよくってこの会社すごいじゃんってなったとしても、うん、まあ、それがですね、想像の範囲内、つまり織り込み済みだと実は株価って上がらないんですよと、うんうん、
そして配当と株主優待、やっぱりこれがない企業は決算が良かったとしても決算が良かったしこれでいいやっていうことで利益確定売りが出てしまい株価が下がってしまうっていう傾向にあったりします。理由は分かったんですけど、うん、私実際株持ってるじゃないですか、はい、その株はどうしたらいいんですか。はい、基本的には株式投資っていうのはもう短期で目的やる人と、まあ、長期投資でやる人っていうのがいるわけですね、うん、まあ、我々が推奨しているのはできる限りリスクが少なくちゃんと企業を分析して、うん、その企業の成長に乗ろうっていう考えですから、基本的には長期投資のスタンスになります、はい、でそうなった時にじゃあ今回確かにメルカリっていうのは株が下落しました、うん、ただ決算を見ると内容は非常に良かったですね、うんうん、これがですねちゃんとずっと続くのであればそのうち株価っていうのも必ずついてきますので基本的にはあまり落胆せずに長期保有をして将来的に上がった株価で売るっていうことを目指してもらえればなと思います。わかりました。ということでまとめますと決算で株価が下がったとしてもですねしっかりと企業分析ができていれば、長期投資にもちろん向きますのでしっかりと長期保有して将来の株価上昇に期待をするように心がけてください。はい、でも今回本当にいい経験になりました。決算が良かったら株は上がるって思ってたんですよ、うん、多分そう思ってる方も多いと思うんですけども今回違ったことですごい勉強になったしその理由も学べたので、うん、すごいいい経験だったかなと思います。私のような境遇の方も多いと思うんですけどもこの動画を参考にしてもらって一緒に正しい株式投資をしていけたらなと思っています。はい、引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。えっ